ターミネーターのですね、はい、もう最新作、ターミネーター新機動と書いてですね、ジェニシスという、映画を紹介します。これもう今週ぐらいに公開じゃないかな、日本では。はい、そうですね、7月10日金曜日ですね、はい、シュワさんもいらっしゃってますよ、はい、シュワさん、はい、あ、そうですか、今、はい、はいはいはい、頑張ってますね、あの、うん、67歳ですね、シュワ年が、はい、でちょっとターミネーターシリーズの、まあ、おさらいをちょっとざっとしますと、はい、まず一番最初、1作目は1984年に公開されたターミネーターって映画があってですね、はいはい、これはまず未来世界がですね、機械とコンピューターによって、支配されて人類が絶滅寸前という状況が設定されてます。はい、でそうなったのはですね、まあ、核ミサイルからアメリカを守るための防空システムがありまして、自動なんていうか防空システムが、自分の意思を持って暴走するんですね、うん、それがスカイネットというシステムだったんですけども、それが人間を殺しまくってですね、機械の世界にしちゃうわけですけれども、うん、でその中で人類 の、 その、まあ、抵抗しているレジスタンスの、まあ、偉大なる戦士ジョン・コナーっていう人がいて、はい、その人が機械と戦ってるんですけども、そのジョン・コーナーを殺すことができればその機械側の完全勝利になると、うん、いうことでですね、過去に戻ってその人類の、まあ、救世主であるジョン・コーナーの母親がジョン・コーナーを産む前に殺そうとする作戦を、スカイネットが考えるんですよ、はい、ややこしいですね、もう言ってるだけでね、あのドラえもんみたいなもんですね、あの早く言うと、あの、のび太をなんとかしようってドラえもん送り込みますけど、未来の、はい、のび太の子孫が、はい、その逆ですね、はい、のび太じゃなくて素晴らしい、人類の希望をの芽を摘むために、まあ、殺しのドラえもんを送り込んだらそれは幸せねえかって話だったんですよ。殺しのドラえもん、はい、ターミネーターで創設ですね。まとめましたらそうですか、はい、なるほど、まあ、まとめると、まあ、そこで のび太のお母さんが、まあ、結婚しないようにいろいろするという話ですよだいぶ違うかもしれませんが、そうですね、はい、急にファンタジーで、それが、まあ、ターミネーターっていう、ターミネットっていうのは、まあ、集結させる、終わらせるっていう意味で、その人類を終わらせるためにですね、まあ、T800 という型番のシュワルツェネッガー型の、ロボットが、まあ、1984年に送られるんですね、でそこからその、まあ、将来救世主ジョン・コナーを産むはず の、 そのサラ・コナーっていうお母さんを、助けなきゃということで、まあ、未来のですね、カイル・リースというレジスタンスの戦士が1984年にまたタイムトラベルで送られて、でシュワルツェネッガーからそのサラ・コナーを守るっていう話が一作目だったんですね、はい、でこれはジェームス・キャメロンという監督が自分で、まあ、ほとんど、まあ、自主制作みたいにして作った映画で、制作費がわずか7億円ぐらいだったんですよ。へー、すごい低予算映画で、シュワルツェネッガー自身も全くスターじゃなくて、その、まあ、ボディービルダーとしては有名だったけども、その、オーストリア訛りが抜けなくて、まあ、役がなかったんですね。で苦しんでるところに、まあ、ほとんどセリフのないターミネーターの役をやってですね、彼が大スターになって、ジェームス・キャメロンもその後タイタニックっていう、まあ、史上最大の大作を作る、まあ、映画作家に育っていくわけですけど、それの原点がそのターミネーターっていう、1984年の映画なんですよ。はい、はい、でその後ですね、91年に続編で T2 って映画が作られて、はいはい、それターミネーター2ですけど、これはご覧になってますか、ね、はい、これ見てます、はい、これはすごい、何回もテレビでも放送されてるから何回も見ましたね、うん、そうですよね、はい、これはもう超大作なんですけれども、それはシュワルツェネッガー型 の、 そのロボットだった T800 を、まあ、プログラミングを変えてサラ・コナーを守るようにプログラムしたって話になってて、はい、彼がなんとか正義の味方になってます、はいはい、そこにT1000 っていう新型 の、 その、まあ、ターミネーターが送られてくるんですね、はい、あのスカイネット側からトロトロになるやつ、でそれはあの液体金属でね、はい、あの水銀みたいにして体がぐにゃぐにゃ変わるやつですけど、はい、そうそう、はい、でまあ、これがまあ世界的な大ヒットしましたね、ターミネーター2、はいはい、で特にこのターミネーター2 の、 そのラストのですね、はい、シュワルツェネッガーがその親指を立てながらですね、はい、溶鉱炉に沈んでいくシーンっていうのは、はい、もう涙なくしにしてはもう見られなかったですね、はい、はい、はい、今のフレーズは非常に重要なんで、はい、まあいいですが、はい、でその後も何本かターミネーターシリーズ作られていくんですけども、はい、でちょっと失速したんですよ、確かイメージないですもんね、その後そう人気なくなっちゃって、うん、で今回完全にリブートかけるんですよ、うん、
だコンピューターの電源切ってもう一回やり直すようなもので、だから新起動っていうんですね。ああ、なるほど。再起動っていう意味ですね。はい。はい、で、それにジェネシスっていう、まあ、ルビが振ったんですよ、新起動っていう字にね。はい。で、これ、ジェネシスっていうのはちょっと綴りが違うんですけど、聖書の、旧約聖書の一番最初に書いてある創世記のジェネシスと引っ掛けてあるんですね。ジェネシス、ああ。はい、つまり新しい世界が作られるって話ですけども、うん、聖書の方は、うん、このターミネーターシリーズがうまいのはね、聖書的なテーマを中に盛り込んでるんですいっぱい。だからその人類の救世主がジョン・コナーですよね。はい。そのお母さんっていうのはお父さんがわからないんですよ、はい、最初の設定では。じゃあマリアさんみたいな。でそこに、はい、そう未来からカイル・リースっていう戦士がやってきて、うん、であなたは将来救世主を産みますよって教えるんですよ、うん、これキリストですよね、うんうん、いわゆる受胎告知って言われるもので、その天使ガブリエルが神様から来て、あなた救世主を産みますよってマリア様に教えたっていう話があって、うん、はい、それを元にしてるんですよ。だからこの人類の救世主 そのジョン・コナーっていう人はイニシャルがね、はい、ジーザーズ・クライスト、イエス・キリストと同じ、はい、JK になってるんですよね。はあ、違った、JC ですね、JC、 はい、はい、JK は女子高生ですからそうですね、人類救わないんで、すいません、はい、そうですね、JK が女子あ人類救うしてるんですよ、だいぶ違いますね、はい、変わってきましたけど、はい、とんでもないストーリーになっちゃいます、はい、はい、で今回もその話はほとんど同じなんですよ、今回の新起動でも、そこのところはでほとんど同じ話が始まって、全く一作目と同じシーンが出てくるんでびっくりするんですよ、つまり未来から送られたシュワちゃんが、はい、タイムマシンに乗るときはその服とかが一緒に送られないんで全裸で送られてくるんですね、はい、あのシーンですね、はい、ね、テレビで放送するときいつも淀川永春さんが大喜びしてたシュワちゃんの全裸シーンがあるんですけども、ね、なぜかは掘り下げませんけども、はい、そう、それがねびっくりするんです、ピカピカなんですよシュワちゃんが、ピカピカ、うん、ピカピカツルツルのね、もうプリプリしてもうめちゃくちゃ美味しそうなシュワちゃんが送られてくるんですよ食べ頃の、はあ、ちょっと30年前のシュワちゃんが送られてくるんですよ、あ、若かった頃の、うん、若かった頃の、うん、でうわーっとびっくりするんですけども、うん、そうするとそこに現在のあのシュワシュワで白髪混じりのシュワちゃんが現れるんですよ、うん、でお前待ってたぜっつって戦いが始まるんですよ。戦っちゃうの、昔のシュワちゃん対今のシュワちゃん、そうツルツルシュワとあのシュワシュワシュワの戦いになってるんですよツルツルシュワとシュワシュワシュワってもうすごいことになってるんですよなんだこれと思うんですけど、はい、あ、これはね、まあ、それで、まあ、どっちが勝つかって言ったらどっち勝つと思います？それはやっぱり、ね、67歳のシュワと37歳のシュワですよ。いやでそれは37歳のシュワの方が強いでしょうね。でもやっぱり老いの方が勝ってくれないと。そうですね。それはね、やっぱり人間若さじゃないんですよ。あら、そうそう、勝ってくれないと。年輪ですよ。そうそうそう。え、ロボットね。シュワルツェネッガーが1984年に出た時はもう全くの新人で、もう誰も知らない人だったわけですよね。うん、ほとんど、ボディービルダーとしてしか。うん、ね、その後30年でシュワルツェネッガーいろいろあったじゃないですか。ありましたよ。そうですよ。知事にまでなったんだから、ね、いやプラスいろいろ ねだからリエちゃんとかあったじゃないですか大丈夫とか あった懐かしいあったでしょ、やから持ってね、はい、あのカップヌードルの CM の時もありましたよ、ね、あとこの人すごいの、カリフォルニアの州知事になってるんですよ。そうですよそれで知事になって、なんか5000万円がカバンに入んなかったりとかいろいろあってね。違う知事ですね。違います、それ違う知事だ、ね、東京都知事って知らんじゃない、うん、あれ、あれ、まあね、ちょっとそうだからもういろいろあって、僕もねすごくね、1984年というのは僕がなんていうか大学出た頃なんですよ、出る頃なんですよ、ええ、でこの業界で映画とかそのなんていうか、まあ見始めて、うん、その試写室に初めて行くようになった頃にこの映画見てるんですよ僕。へー、だからもう感慨深いですよ、もう。そっか、その頃の当時の町山さんもね、ツルツルでしょ、ピカピカでしょ、そうシュワルツェネッガーのようなみんないい人生じゃねえなそれだってシュワルツェネッガー最近エクスペンダブルで使い捨てとか言われてるんですよ。そうですよね、うん、ね、消耗品とか ね、はい、でもね今回頑張ってます。あ、そうなんですか。はい、でもう自分の若い頃の自分をやっつけてですね、うん、こう言うんですよ、うん、ね、年は取ったがボケちゃいねえぜって言うんですよ。はあ、鈍くなっちゃいねえぜって言うんですけど、うんうん、もういいセリフだなと思ったら映画の中で3回か4回言うんで、くどいからもうやめろと思いましたけど相当気に入ったんでしょうね
相当気に入ったんだと思いますけど、はい、でなんでその年取ったシュワルツェネッガーはそこにいるのかと思ったら、はい、実はそのサラ・コナーが子供の頃に送られてたんですね、うん、彼は。はあ、それでサラ・コナーがその、まあ、未来から送られてくるロボットの敵と戦えるように鍛え上げたお父さんがシュワルツェネッガーだったってことが分かるんですよ今回。うん、えおじいちゃんでパパって言われてるんですよシュワルツェネッガーが。はあ、はあ、はあ、石立哲夫さんみたいですよって。古くて全然分からないと思いますが、ちぼうびっくりしましたよ。シュワルツェネッガーのことをサラ・コナーがパパパパって言うんですよ。へえ、どうなってるんだと思いましたけど。確かに話はもう新しく作られてる感じしますね、うんうん、そうなんですよ、完全に作り直しなんですよ、うん、でそのしかもそのサラ・コナーの方はもうずっと鍛えられてですね、うん、その間年取っていくじゃないですかシュワルツェネッガーも、はい、ね、で老けてるんですって今回。ロボットなのに老けてるからおかしいじゃんと思うじゃないですか。そうですね、うん、ね、そしたらあの中身はロボットだけど、うん、その外側にはにあの人工だけれどもその生物の皮膚をつけてるんだってシュワルツェネッガーが言って。そうだったんだ。ちゃんと説明してくれた。だから皮膚とかはちゃんと普通に年取るんだよっていう説明をしてましたよ。あ、いいですね、ちゃんと言ってくれるのは、はい、うん、そうちゃんと言ってくれましたけど。ああそうかと思いましたけど、今回ねすごく持ってて、まずその元祖若いシュワルツェネッガーのターミネーター出てきますけど、はい、他にもその液体金属 あのターミネーターも出てくるんですよ。はい、で次々といろんなターミネーターが出てくるってもうモリモリでですね大変なんですけど、はい、で、新しいターミネーターも出てきます今回敵として。それはね T3000 って言うんですけど、線も相当強かったのね。これがね、ナノマシンっていうなんていうのかな、微生物サイズのちっちゃいちっちゃいロボットが大量に集まって形を作ったものなんですね。うん、それがまた、めちゃくちゃ強くて、要するに体がもう自由に自在に変形するから、うん、殴ったり蹴ったりしても、やっつけられないんですけども、うん、それが今度来てですね、それと、まあ、サラ・コナーと、まあ、年取ったシュワルツェネッガーと、未来から来た戦士カイル・リースと3人で、まあ、その T3000 と戦うという話が今回の、うん、ターミネーター新起動でした。へぇ、はい、どうなるんだろう。そうか。でね、ジェネシスっていう言葉の意味はね、はい、実はジェネシスっていう、なんていうか、プログラムが、売りに出されるって話になってて、うんうん、でそれが2017年かな、あ、まあ、今年か2015年に売り出されるみたいな話になってるんですけども、うん、でそれが、まあ、Google みたいなもうありとあらゆるものがこう可能になるソフトが、まあ、配られるみたいな、実はでもそれは、防空システムのスカイネットのが名前を変えてこっそりと、全世界のネットに入り込もうとしてる、なんていうか、隠れ身の、うんうん、トロイの木馬って言われるもんですけども、はいはい、コンピューター用語ではだったってことが分かるんですよ。でそのまあスカイネットの陰謀を阻止しなきゃなんないって話になってくるんですけども、うん、はい、で言ってるだけでもややこしいね、はい、でも結構見てたらこう、あ、これターミネーターでおなじみのこのシーンだみたいなとこもあったりするわけなんですかね。これね、もう1作目と2作目だけはちょっとね先に見といた方がいいです。見直してた方がいいですか。なるほどね、はい、あ、このあれはこっから来てるなとかね、うん、結構1作目2作目のパロディみたいなことをいっぱいやってるんですよ。2作目いやでもね、大ヒット分かんなくても、はい、だったんですけ ど町山さんね、はい、ちょっと伺ったところによると、はい、そのターミネーターで監督はあまり儲からないと伺ったんですが。あ、これね、いや、ターミネーターシリーズはものすごい利益を上げてるんですけど、はい、ジェームス・キャメロンはですね、このターミネーター1作目を撮った時に、そのサラコナ役だったリンダ・ハミルトンさんっていう女優さんとできちゃったんですよ、撮影中に。ほう。で、その奥さんが実はこのターミネーターのプロデューサーのゲイル・アンハードさんって人だったんですよね。はい。奥さんがプロデュースして映画の撮影中に主演女優とできちゃったんですよ、ジェームズ・カメラが。ジェームズ・カメラすごいな。で、申し訳ないって言って、奥さんに、その離婚の、なんていうか、まあ、慰謝料の代わりに、ターミネーターの全権利を100円で、あげたんですよ。ええー、そういうこと。100円とか1ドルですけど、1ドルで、だからそれ以降のターミネーターのその利益っていうのは奥さんに行くことになってるんですよ今も。ね、途中で奥さんが売っ払っちゃったですけど、はあ、途中までは彼女のところに全部行ってたんですよ、DVD とかの売り上げ全部。慰謝料すごいな、それ莫大な慰謝料ですよ。
すごい払い方ですね。しかも、ね、うん、切符のいい男でしょ、そう聞くとね。うんうん、でも、このジェームス・キャメロンはその後、まあ、リンダ・ハミルトンと結婚してですね、はい、タイタニックの撮影中にタイタニックの、に出てる女優さんとできちゃって、リンダ・ハミルトンとも離婚して、タイタニックの売り上げの半分は、リンダ・ハミルトンに出してました。何をしてるんですか、はい、ジェームス・キャメロンすごいな。全然金ねえんじゃねえの、この親父と思いますけど。だこの人自身も、いわゆるエクスペンダブル状態になってますね。はい。みんな友達です。ちょっと面白い人生ですけど ね、 すごいですね。ちょっとジェームスキャメロン稼いではね、元の奥さん、新作が気になります。次次どうやって、いや、なんかこういうのはもう一度積み上げたら一回壊した方が面白いってことなんだと思うんですけどね、人生ね。はい、スワルツネッガー頑張ってますよ。67歳で体鍛えてますよ、今回ちゃんと、仕上げてきてるんですね、うん、お、すごい大活躍でしたよ、うん、でね、一作目二作目の名台詞もちゃんと言います。あ、お、なるほど、まあ、I'll be back っていう、それは言っていただかないとですよね、I'll be back は。そう、戻ってくるぜって言って、うん、もうそういうね、もうファンを喜ばせることがね、もうてんこ盛りになってる映画ですね。なるほど、はい、なるほど、もうすぐですね、はい、ただ困っちゃうのはね、うん、敵で出てくる男がですね、はい、今回の強敵を演じるのがですね、この俳優さんがジェイソン・クラークって俳優なんですね。はい、でこの人が今回舞台はサンフランシスコでですね、はい、サンフランシスコにその、ジェネシスっていう、まあ、本当の名前はスカイネットなんですけども、うん、まあ、開発してる会社があってですね、はい、そこに食い込んでその、まあ、スカイネットないしそのジェネシスで地球人類を滅ぼそうとしているのがこの、うん、ジェイソン・クラークなんですけれども、うん、この人この前にサンフランシスコでですね、猿の惑星シリーズで猿が人類を滅ぼそうとするのと戦ってた人なんですよ。あ、つい最近まで人類守ってくれてたのに。そう、何やってんのこのおっさんと思って。いや、役ですよ。場所同じで話似てるしみたいなね。人類の危機に立ち上がっちゃったんだろうと思って。困ったなと思いながら見てましたけどね。そういうつながりもありました、はい、今回は敵の方ですね、はい、今日はターミネータージェネシスご紹介いただきました。日本では今週の金曜日、うん、7月10日からもう間もなくですね、今週金曜日、ね、はい、金曜日から公開となります、はい、町山さん、はい、今日もどうもありがとうございました。はい、の救世主がジョン・コナーですよね。はい、そのお母さんっていうのはお父さんがわからないんですよ、はい、最初の設定では。ああ、じゃあマリアさんみたいな。でそこに、はい、そう、未来から、カイル・リースっていう戦士がやってきて、うん、であなたは将来救世主を産みますよって教えるんですよ、うん、これキリストですよね、うんうん、いわゆる受胎告知って言われるもので、その天使ガブリエルが神様から来て、うん、あなた救世主を産みますよってマリア様に教えたっていう話があって、うん、はい、それを元にしてるんですよ。だからこの人類の救世主のそのジョン・コナーっていう人はイニシャルがね、はい、ジーザーズ・クライスト、イエス・キリストと同じ、はい、JK になってるんですよね。はあ、違った、JC ですね、JC、はい、はい、JK は女子高生ですから。そうですね、人類救わないんで、すいません、はい、そうですね、JK が女子高生、人類救うってことですね。だいぶ違いますね、はい、変わってきましたけど、はい、とんでもないストーリーになっちゃいます。はい、はい、で今回もその話はほとんど同じなんですよ、今回の新起動でも、そこのところはでほとんど同じ話が始まって、全く一作目と同じシーンが出てくるんでびっくりするんですよ。つまり未来から送られたシュワちゃんが、はい、タイムマシンに乗るときはその服とかが一緒に送られないんで全裸で送られてくるんですね。あのシーンですね、はい、ね、テレビで放送するときいつも淀川永春さんがもう大喜びしてたシュワちゃんの電話シーンがあるんですけども、ね、なぜかは掘り下げませんけども、はい、そう、それがね、びっくりするんです。ピカピカなんですよ、シュワちゃんが。ピカピカ、うん、ピカピカツルツルのね、もうプリプリして、もうめちゃくちゃ美味しそうなシュワちゃんが送られてくるんですよ。食べ頃の。ちょっと30年前のシュワちゃんが送られてくるんですよ。あ、若かった頃の。うん、若かった頃の。うん、で、うわーっとびっくりするんですけども、うん、そうするとそこに、現在の、シワシワで白髪混じりのシュワちゃんが現れるんですよ。うん。うん、でお前待ってたぜっつって戦いが始まるんですよ。戦っちゃうの、昔のシュワちゃん対今のシュワちゃん、うん、そう、ツルツルシュワとシュワシュワシュワの戦いになってるんですよ。ツルツルシュワとシュワシュワシュワってもうすごいことになってるんですよ。なんだこれと思うんですけど、
あ、これはね、まあ、それで、まあ、どっちが勝つかって言ったら、どっち勝つと思います？それはやっぱり、ね、シュワ。67歳のシュワと37歳のシュワですよ。いや、それは37歳のシュワの方が強いでしょうね。でもやっぱり、老いの方が勝ってくれないと。そうですね。それはね、やっぱり人間若さじゃないんですよ。あら。そう、やっぱり、ってくれないと。年輪ですよ。そう。ロボットのね、シュワルツェネッガーが1984年に出た時はもう全くの新人で、もう誰も知らない人だったわけですよね、はい、ほとんど。ボディビルダーとしてしか、うん、はい、ね、その後30年でシュワルツェネッガーいろいろあったじゃないですか。ありましたよ。そうですよ、知事にまでなったんだから、ね、プラスいろいろ ね、だからリエちゃんとかあったじゃないですか大丈夫とか、あったでしょ、やかん持ってね、あのカップヌードルの CM の時もありましたよ、ね、あとこの人すごいの、カリフォルニアの州知事になってるんですけど、そうですよ。それで知事になってなんか5000万円がカバンに入んなかったりとかいろいろあってね。違う知事ですね。違います。それ違う知事だ。東京都知事違うじゃん。あれまあね、ちょっと。そう、だからもういろいろあって、僕もね、すごくね、1984年というのは僕がなんていうか大学出た頃なんですよ。出る頃なんですよ。で、この業界で映画とか、なんていうか、まあ、見始めて、試写室に初めて行くようになった頃にこの映画見てるんですよ、僕。だからもう感慨深いですよ、もう。そっか、その頃の。当時の町山さんもね、ツルツルでしょ、ピカピカでしょ、そう。シュワルツェネッガーのような。みんないい人生じゃねえな、それ。だってシュワルツェネッガー最近エクスペンダブルで使い捨てとか言われてるんですよ。そうですよね。うん、ね、消耗品とかね。ね、はい、でもね、今回頑張ってます。あ、そうなんですか。はい。で、もう自分の若い頃の、自分をやっつけてですね、うん、こう言うんですよ。うんうん、ね、年は取ったが、ボケちゃいねえぜって言うんですよ。はあ。鈍くなっちゃいねえぜって言うんですけど、もういいセリフだなと思ったら映画の中で3回か4回言うんで、くどいからもうやめろと思いましたけど。相当気に入ったんでしょうね。相当気に入ったんだと思いますけど。はい。で、なんで、その、年取ったシュワルツェネッガーはそこにいるのかと思ったら、はい、実はそのサラ・コナーが子供の頃に送られてたんですね、彼は。はあ、うん、はあ、それでサラ・コナーがその、まあ、未来から送られてくるロボットの敵と戦えるように鍛え上げたお父さんがシュワルツェネッガーだったってことが分かるんですよ、今回。うん、えおじいちゃん、でパパって言われてるんですよ、シュワルツェネッガーが。はあ、はあ、はあ、石立哲夫さんみたいですよって、古くて全然分からないと思いますが、ちぼうって。もうびっくりしましたよ、シュワルツェネッガーのことをサラ・コナーがパパ、パパって言うんですよ。へえ、どうなってるんだと思いましたけど。確かに話はもう新しく作られてる感じしますね。うんうん、そうなんですよ。完全に作り直しなんですよ。うん、で、その、しかもそのサラ・コナーの方はもうずっと鍛えられてですね、うん、その間、年取っていくじゃないですか、シュワルツェネッガーも。はい。ね、で、老けてるんですって、今回。ロボットなのに老けてるからおかしいじゃんと思うじゃないですか。そうですね。ね、そしたら中身はロボットだけど、うん、その外側にはに人工だけれども、その生物の皮膚をつけてるんだってシュワルツェネッガーに。そうだったんだ。ちゃんと説明してくれた。だから皮膚とかはちゃんと普通に年取るんだよっていう説明が1984年にまたタイムトラベルで送られて、うん、でシュワルツェネッガーからそのサラ・コナーを守るっていう話が一作目だったんですね、うん、はい、はい、でこれはジェームス・キャメロンっていう監督が自分で、まあ、ほとんど、まあ、自主制作みたいにして作った映画で、制作費がわずか7億円ぐらいだったんですよ。へー、すごい低予算映画で、シュワルツェネッガー自身も全くスターじゃなくて、その、まあ、ボディービルダーとしては有名だったけども、その、オーストリアなまりが抜けなくて、まあ、役がなかったんですね。で苦しんでるところに、まあ、ほとんどセリフのないターミネーターの役をやってですね、彼が大スターになって、ジェームス・キャメロンもその後タイタニックっていう、まあ、史上最大の大作を作る、まあ、映画作家に育っていくわけですけど、それの原点がそのターミネーターっていう、1984年の映画なんですよ。はい。はい。で、その後ですね、91年に続編で T2 って映画が作られて、はいはい、それターミネーター2ですけど、これはご覧になってますよね、はい、これ見てます。これはすごい何回もテレビでも放送されてるから何回も見ましたね。うん、そうですよね、はい、これも、もう超大作なんですけれども、それはシュワルツェネッガー型 の、 そのロボットだった T800 を、まあ、プログラミングを変えてサラ・コナーを守るようにプログラムしたって話になってて、はい、彼がなんとか正義の味方になってます。はい、はい、そこにT1000 っていう新型 の、 その、まあ、ターミネーターが送られてくるんですね、はい、スカイネット側からトロトロになるやつ、うんうん、それは液体金属でね、はい、水銀みたいにして体がぐにゃぐにゃ変わるやつですけど、はい、そうそう、はい、で、まあ、これが、まあ、世界的な大ヒットしましたね、ターミネーター2。はい。はい、で特に、このターミネーター2の、そのラストのですね、はい、シュワルツェネッガーが、その、親指を立てながらですね、
陽光炉に沈んでいくシーンっていうのは、はい、もう涙なくしにしてはもう見られなかったですね。うん、はいはい、うんうん、あれは覚えてます、はい、今のフレーズは非常に重要なんで、はい、あのいいんですが、はい、でその後も何本かターミネーターシリーズ作られていくんですけども、はい、でちょっと失速したんですよ。確かにイメージないですもんね。その後そう人気なくなっちゃって、うん、で今回完全にリブートかけるんですよ、うんうん、だからコンピューターの電源切ってもう一回やり直すような元もので、だから新起動っていうんですね。ああなるほど、再起動っていう意味ですね。はい、はいはい、でそれにジェネシスっていう、まあ、ルビが振ってあるんですよ、新起動っていう字にね、はい、でこれジェネシスっていうのはちょっと綴りが違うんですけど、あの聖書の旧約聖書の一番最初に書いてある創世記のジェネシスと引っ掛けてあるんですね。ジェネシス、はい、つまり新しい世界が作られるって話ですけども、うん、聖書の方は、うんうん、あのこのターミネーターシリーズがうまいのはね、聖書的なテーマを中に盛り込んでるんですよ、いっぱい。へー、だからその人類、ターミネーターのですね、はい、もう最新作、ターミネーター新起動と書いてですね、ジェニシスという、映画を紹介します。これもう今週ぐらいに公開じゃないかな、日本では。はい、そうですね、7月10日金曜日ですね。シュワさんもいらっしゃってますよ。シュワさん、はい、あ、そうですか、今、はい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 、頑張ってますね、あの、うん、67歳ですね、はい、ちょっとターミネーターシリーズの、まあ、おさらいをちょっとざっとしますと、はい、まず一番最初、一作目は1984年に公開されたターミネーターっていう映画があってですね、はいはい、これはまず未来世界がですね、機械とコンピューターによって、支配されて人類が絶滅寸前という状況が設定されてます。はい、でそのそうなったのはですね、まあ、核ミサイルからアメリカを守るための防空システムがありまして、自動なんていうか防空システムが、自分の意思を持って暴走するんですね、うん、それがスカイネットというシステムだったんですけども、それが人間を殺しまくってですね、機械の世界にしちゃうわけですけれども、うん、でその中で人類の、その、まあ、抵抗しているレジスタンスの、まあ、偉大なる戦士ジョン・コナーっていう人がいて、はい、その人が機械と戦ってるんですけども、そのジョン・コーナーを殺すことができれば、その機械側の完全勝利になると、うん、いうことでですね、過去に戻ってその人類の、まあ、救世主であるジョン・コーナーの母親がジョン・コーナーを産む前に殺そうとする作戦を、スカイネットが考えるんですよ。はい、うん、ややこしいですね、もう言ってるだけでね。あの、ドラえもんみたいなもんですね。あの、早く言うと。ほうほうほう、あの、のび太をなんとかしようって言ってドラえもん送り込みますけど、未来の、はい、のび太の子孫が、はい。その逆ですね。はい。のび太じゃなくて素晴らしい、人類の希望を、の目を摘むために、まあ、殺しのドラえもんを送り込んだらそれは幸せねえかって話だったんですよ。殺しのドラえもん、はい、ターミネーターで創設するまとめましたら、そうですか。はい、なるほど。まあ、まとめると、まあ、そこで、あの、のび太のお母さんが、あの、まあ、結婚しないようにいろいろするという、話ですよ。だいぶ違うかもしれませんが、そうですね、はい、急にファンタジーで、それが、まあ、ターミネーターっていう、あのターミネットっていうのは、まあ、集結させる、終わらせるっていう意味で、その人類を終わらせるためにですね、まあ、T800 という型番のシュワルツェネッガー型の、ロボットが、まあ、1984年に送られるんですね、うんうん、でそこからその、まあ、将来救世主ジョン・コナーを産むはず そのサラ・コナーっていうお母さんを、助けなきゃということで、うん、まあ、未来のですね、カイル・リースというレジスタンスの宣伝をしてましたよ。あ、いいですね、ちゃんと言ってくれるのは、はい、うん、そう、ちゃんと言ってくれましたけど、ああそうかと思いましたけど、今回ね、すごく持ってて、まずその元祖若いシュワルツェネッガーのターミネーター出てきますけど、はい、他にもその液体金属 あのターミネーターも出てくるんですよ、はい、で次々といろんなターミネーターが出てくるって、もうモリモリでですね、大変なんですけど、はい、で新しいターミネーターも出てきます今回、敵として、それはね T3000 っていうんですけど、線も相当強かったのに、これがね、ナノマシンっていう、なんていうのかな、微生物サイズのちっちゃいちっちゃいロボットが大量に集まって形を作ったものなんですね、うん、それがまた、めちゃくちゃ強くて、要するに体がもう自由に自在に変形するから、うん、殴ったり蹴ったりしてもやっつけられないんですけども、うん、
それが今度来てですね、それとまあサラコーナーと、まあ年取ったシャーゼンガーと、未来から来た選手カイルリスト3人で、まあその T3000 と戦うという話が今回の、ターミネーター新起動でした。へー、はい、どうなるんだろう。でね、ジェネシスっていう言葉の意味はね、はい、実はジェネシスっていうなんていうか、プログラムが、売りに出されるって話になってて、うんうん、でそれが2017年かな、あ、まあ、今年か2015年に売り出されるみたいな話になってるんですけども、うん、でそれが、まあ、Google みたいなもうありとあらゆるものがこう可能になるソフトが、まあ、配られるみたいな、実はでもそれは、防空システムのスカイネットのが名前を変えてこっそりと、全世界のネットに入り込もうとしてる、なんていうか、隠れ身の、うんうん、トロイの木馬って言われるもんですけども、はいはい、あのコンピューター用語ではだったってことが分かるんですよ。でそのまあスカイネットの陰謀を阻止しなきゃなんないって話になってくるんですけども、うん、はい、で言ってるだけでもややこしいね、はい、でも結構見てたらこう、あ、これターミネーターでおなじみのこのシーンだみたいなとこもあったりするわけなんですかね。これね、もう1作目と2作目だけはちょっとね先に見ておいた方がいいです。見直してた方がいいですか。なるほどね、はい、あ、このあれはこっから来てるなとかね、うん、結構1作目2作目のパロディみたいなことをいっぱいやってるんですよ。2作目は見たら分からなくても、はい、だったんですけど、町山さんね、はい、ちょっと伺ったところによると、はい、そのターミネーターで監督はあまり儲からないと伺ったんですが、あ、これね、いや、ターミネーターシリーズはものすごい利益を上げてるんですけど、はい、ジェームス・キャメロンはですね、このターミネーター1作目を撮った時に